彼と会えるぞ。モグラの資料を流してくれる。さすがカイトさん。カムロ町の屋内でやってる釣り堀屋知ってるか。恋女房って店。屋内の釣り堀、そんなのあったか。俺も知らなかったけどあるんだとよ。場所は七福通りだ。先に行ってる。お前も向かってくれ。どうぞ、いらっしゃい。よ、こっちだ、ターボ。綾部に話したら、お前をここへ呼べって言われてよ。ただ、俺も初めての場所だ。いつもと勝手が違う。俺が初対面なんで向こうも警戒してるわけか。そういうことだろうな。なかなか来ないな、綾部は。あの受付に聞いてみるか。よしとけ。あいつが綾部の仲間かどうかわかんねえ。まあそうだけど。綾部は汚職警官だからな。大っぴらにされることを何よりも嫌う。で、そうなりゃもう情報は手に入らねえ。わかるな。まあな。ん？おい、誰か来たぞ。いらっしゃい。竿を適当に選んでね。よう、釣れてるか今日は。いや、静かなもんだよ。気が散るぜ。あっち行ってろ。カリカリすんなって。あんたら綾部と待ち合わせなんだろ。誰だって。とぼけんじゃねえ。痛え目に遭いてえのか。人違いじゃないか。俺ら何も。ああ、股間を当たりや。俺らがデカの知り合いに見えるか。なんで綾部がデカって知ってんだ、こんな。やっぱやつを知ってんじゃねえか。そうだろうがよ。くそ、汚ねえ真似しやがって。いや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 、綾部に何の用だ。言わねえと痛い目見るぜ。チンピラが笑わせんな。大っぴらなのは控えたいんだ。そいつは引っ込めてもらえねえか。いい根性してるじゃねえか。てめえらよ。まだやんのか。どうなんだこれ。もう口も聞けないってよ。もういいよ。二人とも合格だ。合格？綾部さんは初めての取引相手に慎重でね。札の情報を売るんだからな。口の固い人間かいちいちテストしねえと。じゃあこいつらは。みんな綾部さんの手下だよ。
俺は綾部と初めての取引じゃねえぞ。あんた海藤さんだろ。あんたのことは綾部さんから聞いてた。だが聞いてた以上に天然だったな。天然って、そりゃお前らが。まあ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 。で綾部はどうなんだ。受付カウンターの内側よく見てみな。なんだこれ。そこを降りるとカムロ町の裏カジノラマンだ。ラマン、フランス語で愛人って意味だ。恋女房の陰には愛人がいるってわけよ。フランス語ってからかよ。綾部さんもすぐに来るから遊んで待ってな。これはサービスだ。釣り堀の真下にこんなとこが。はあ。よし、そんじゃまあ軍資金もあることだしよ、少し遊ばせてもらうか。いらっしゃいませ。気に入った。ありがとうございました。ベッドをお願いします。お手柔らかに。スタンド。
やりました。よっしゃ。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。スタンド。よっしゃ。どうされますか。ターボ、お楽しみは一旦お預けだ。綾部がいたぞ、ついてこい。どうも、海藤さん。それと、あんたが八神さん？それとも八神先生って呼んだ方がいいかな？好きに呼んでくれていいよ。さっきは試して悪かったな。カムロ署組対の綾部だ。よろしく。どうだ、ここのカジノは気に入ったか？なんだそりゃ。あんたの店かよ。ここの営業は俺が目こぼししてやってんだよ。それに東場街への見かじめも俺がなしつけて安くしてやった。俺のカジノつっても罰は当たんねえだろ。その割に今日まで誘ってくれなかったんだな。あんたは安い情報しか買ってくれねえからな。お得意様扱いはできないよ。ならなんで今日はここに呼んでくれたんだ。教令会のヤクザが目えぐられてる事件だ。あれは全部黒岩って俺の上司が指揮取ってんだ。この間羽村を逮捕したのも黒岩だ。であんたは羽村を無罪にしてその黒岩に赤っ恥をかかせてくれた。気持ちよかったね。あれ以来俺はあんたのファンだよ。初回サービスだ。お代は結構。こりゃ黒岩ってのに礼を言わなきゃな。あんたがモグラって呼んでる野郎の捜査資料をまとめた。この間裁判やったのも入れて3件分だ。大事に頼むぜ。もし外に漏れたらあんたの責任だ。怖いな。でももし何か間違いがあったら殺す。だと思ったよ。そのくらいの覚悟は持ってくれよ。分かった。さっき言ってた黒岩ってのはどんなデカ？黒岩はカムロ署のヒーローでね、押し出しが効いて部下の人望も厚く検挙率は抜群。警視庁のお偉方までみんな奴の顔色を伺っている。じゃああんたはなんで嫌ってるんだ？完全無欠だからだよ。あんた自分の周りにそんな同僚がいたら好きになるか？おまけに男前なんだぜ。嫌だね、男の嫉妬は。しかも自分は悪徳警官なのによ。いや正直で帰って気持ちがいいよ。八神さんはやっぱ話せろね。こいつが黒岩だ。覚えとくよ。ああ、もう向こうもあんたの顔は知ってるはずだ。なんせ
苦労してあげた羽村を無罪にしてくれたんだからなるほど。渡した資料はここで広げんなよ。事務所に帰ってから見る。人目のあるところでは出さない。それでいい？空いている時は大抵テンダーにいる。また用があったらいつでも。分かったよ。せっかくだ、俺はここでもう少し遊んでくぜ。お前はどうする？こっちも好きにやるよ。そっか、じゃあな。